こんにちは、たくみです。ついにフィリピン編始まりました。ということで、タイの東北部から飛行機に3回乗り、約45時間かけてこのフィリピンのカガヤンデオロという町に来ています。そのカガヤンデオロという町、聞いたことある人、来たことある人はいますかね。ここはフィリピンの最南部のミンダナオというどでかい島の北端です。このチャンネル解説当時はフィリピンをよく知っていたので、反フィリピン系 YouTuber とかしていましたが、見返してみるとフィリピンは14ヶ月ぶりですね。ここからさらにど田舎の方にローカルの交通手段とここで向かい、現地の様子を現地ビジョンと一緒にお届けしたいと思っています。できればその現地ビジョンの家にホームステイも狙っていきたいですね。はい、ということで今バスで移動中なんですけど、まさかの海峡を渡るためにこの大型バス船に積み込んで渡すみたいですね。これは人生初めての経験ですね。まさかなとは思ったんですけど、そして今大型バスがフェリーに乗り込みますね。めちゃめちゃでかいバスで、こんな20人ぐらい乗るようなでかいやつなんですけど、ガーンと乗り込んでます。すごいですね。これ本当に人生初の体験で、旅をもう何十年もしているんですけど、こんなこと今までなかったですね。そして今出港しました。港の近くの様子こんな感じですね。もう完全に西表島ですね。それじゃあせっかくなのでちょっと看板に出たいと思います。これ出れるのかな、ちょっと行ってみましょう。バスの中の様子こんな感じですね。乗車率の中です。外やっぱり出れるみたいですね。そして上も行けるみたいですね。ちょっと上行ってみましょう。いや本当に海綺麗ですね。やっぱりフィリピン自然すごい綺麗な気がしますね。海も緑も綺麗ですね。そしてあっちに目的地の街が見えています。オサミスという街ですね。2階の風景こんな感じで、うわ雲もすごい綺麗ですね。あっちの港から出発しましたね。そして外に人結構いっぱい乗ってますね。このフェリーにだけ乗る人もいっぱいいるみたいですね。そしてこっちが先頭の様子ですね。もう町まですぐ近くな感じなんですけど、フェリーにバスを乗せて渡っています。そして遅れたんですが、今どこに向かっているかご紹介したいと思います。カガヤンデオロという町に着いたんですけど、そこからさらにさらに田舎の方に行きたくて、適当なバスに乗ったらディプログという町に向かっているみたいですね。僕全然詳細分かっていません。バスで10時間の場所なんですけど、10時間も走ればすごい田舎に着くと思っています。ということで対岸の町オサミスに着きましたね。ちょっと小規模中規模ぐらいの町ですかね。そしてここからさらにバスで6時間ぐらい乗って田舎の方で降りたいと思います。そこまで行けばかなり田舎に着くと思いますね。はい、ということで朝4時にカガヤンデオロを出発して10時間と聞いていたんですけど、11時間半かけてこのディプログという町のバスターミナルに着きました。いや、ローカルの移動手段きつすぎです。もう今日はきつすぎてホームステイとか探すの無理ですね。おとなしくホテルにチェックインしましょう。ということでホテルにチェックインしたんですけど、もうホテルから歩いて20メートルぐらいで海が見えてますね。そして最高のタイミングですね。サンセットです。そして海沿いの道こんな感じですね。なんかいろんな屋台みたいなのもいっぱい出てますね。そして人もいっぱいいますね。こんな風船とかもあってお祭り気分ですごくいいですね。わっ、そして夕日やばいです。めちゃめちゃ綺麗です。いや、こんな祭りっぽいところ女の子と一緒に歩きたいんですけど、まだ残念ながら女の子と関わり合えてないですね。そしてこれがディプログの海ですね。ビーチになってますね。うわ、すごい綺麗。夕日もめちゃめちゃ綺麗なんですけど、この夕日より綺麗な美女を見つけられますように。はい、ということで晩ご飯こんなローカルのご飯屋さんで食べてますね。そして今日の晩ご飯なんですけど、これですね、豚の足ですね。
ヘビチっぽくて沖縄を思い出してつい頼んでしまいました。あとはグリーンカレーっぽい感じですね。フィリピンのチキングリーンカレーっぽい感じです。そしてここの娘さんなんですけどめちゃめちゃ綺麗です。さっき綺麗だねと言ったら喜んでいましたはい、ということで可愛すぎるのでちょっと声をかけてみました。ハロー What's your name? Richard? Is this you make it this food? Or your mom make it?That is very good taste. It was good. And can I ask, do you have a boyfriend? Yes. Ah, you have a boyfriend? Oh my god! Oh. Okay. Thank you very much. I come again tomorrow. おはようございます。ということで翌日なんですけど、ディプログの町から歩いて田舎を旅しようと思ったんですけど、無理ですね。ミンダナオとただいま気温37度で、歩くたびに、が吹き上げてます。それにしても車窓からの風景めちゃめちゃ綺麗です。海もめちゃめちゃ綺麗ですね。僕セブ島も行ったことあるんですけど、ミンダナオ島の海、少なくともここはセブ島の 2,3 倍綺麗な気がします。ヤシの木とかもすごい雰囲気があります。おはようございます。ということでこの近くでホテルを取ったんですが、ここちょっと人も多いみたいですね。可愛い女の子とかいないかちょっと探していきましょう。あ、ちょっと飲み物でも買ってみましょう。あ、ここサリサリストアですね。ちょっと入ってみましょう。ハロー。あ、This is good. This is サリサリストア。Yeah. Do you have a drink? Yes. Yeah. Okay. Can I see? Yeah. あ、そして何気に話しかけたんですけど、めちゃめちゃ美人がいます。超絶可愛い女の子。あとスタイルもすごいいいですね、わあ、ちょっと商品よりもこの女の子に目がいっちゃいますね。 Can I see what drink you have? Can you open? Sorry. It's okay. すごいスタイルがやばいです。あ、そして飲み物こんな感じでいろいろありますね。 Can I have a Sprite? Sprite? Yes, yes, small one please. こんな女の子と、あ、Do you have more? A little bit straw? Yes. こんな女の子と、こんなほぼ密着できるのすごいいいですね。Do you have more small one if you have? Royal. Ah, Royal? Okay. Then can I have Royal? Yes. Thank you. Have 10 pieces. Okay. Can I sit down here and drink? Yes, sure. Thank you very much.Welcome. By the way, you are very beautiful. What's your name? My name is Regine. Regine, nice to meet you. And this is really good store. You're working here. It's called Sari Sari Store, right? Yeah. And wow, I think we can buy everything. And how are you doing today?Good. So you stay here and sell every day here? I'm working every day. Okay. What is most best sale in this shop? Sometimes? Okay. And I saw this shop actually yesterday. It's selling something food, like a banana cube. Yeah. Are you cook? But no, it's not available. Ah, not now? Okay. Yeah. So, but sometimes you cook something. What? Sometimes are you cook something? Yes. Okay. What do you have usually? Banana cube and?Red roll, hot dog. Ah, hot dog too? Yeah, then french fries. Then also tempura. Ah, tempura? Yeah. Really? It's Japanese. Regine-chan, めちゃめちゃ可愛いですね。あと、スタイルが化け物ですね。I'm sorry, little bit. Can you put phone here? Ah, you singing? But I'm not nice boy. Okay, then.Can I sing right now a little bit? Oh my god, I'm shy. Oh yeah? Yeah, I'm shy.
レギンちゃんとだいぶ仲良くなってきました。